ビビチャンネル。ザラキッズの秋物コーディネートを紹介したいと思います。ネットで今回も買ったんですけど、秋物がめっちゃ可愛くて私好みで、全部リコに着てもらいました。それではどうぞ。今は1時なんですけど、私は午前中チアキスでお仕事をしていて、今子供たちがチアキスまで来ました。今からね、日曜日のファミリーデーを Vlog していきたいと思います。では行ってきます。はい、まずは今から堀江に新しくできたカフェに行きたいと思います。堀江に新しくできたカフェ、今日も行きました。こんな感じでジェラートがの中なんですけど、車の中はみんなそれぞれ携帯で好きな歌を歌ってます。そして私、うるさすぎるので音楽聴いてます。子供たちはサンキューマートに来ました。自分たちのね、お小遣いでお買い物とかするので、いろいろ考えて買い物してます。それも390円、多分これ買おう。続いてはまた、これも子供たちが大好きなビーチクラブに来ました。私も小学生の時はこういうとこ大好きだった気がします。続いて本屋さんに来てます。猫はね、日本の漫画を 1,2,3,4,5,6,7,8,9 全部。続いてはショップインでコスメを見るみたいです。こんな買い物したん？次どこですか？疲れてきた。今からプリクラ撮るみたいです。ママ行くかない？いいの？ママいいやろ。いいよ。でも口元残したいでも撮らせてな。うん、もう目大きくなりすぎるやつやめてや。今ラクダ中です。これリムなの？タイトル。ここはもうこれ何回もやってます。もうここまで上がるんだけど落ちちゃうんだよね。あー惜しい。もうもったいなくない？今またです。寿司カウンターに行きたいと思います。ちなみに私、お寿司苦手
手なんですけど、ここは、好きなものを出してくれるので、行ってます。みんな楽しみます。家族でご飯とかお祝い事とかは全部、リッツカールトンに行きます。すごいね、サービスがやっぱりここは一番いいと思います。久しぶりのお寿司。ここはリッツの納豆巻きが大好きです。おいしい。